お願いします。まず準決勝、お疲れ様でした。決勝進出、そしておめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがでしょう。ダービーの決勝はちょっと今まで1回もなかったので、これであの6大 G1 の大会やっと決勝全部出たかなと思います。でもここからですね。そうですね、本当にあのまあ何回か持ってますけど、ね、ファイナルがやっぱり一番魅力あるし見せるレースだと思うんで、しっかり頑張りたいと思います。はい、ではまず準決勝戦のことをちょっとお聞きしたいのですが、はい、まずあの関東ラインが主導権を握る形になりましたが、それはもう予定通り。そうですね、あの寺崎の動き次第なんですけど、結構あの杉も行く気満々であの言ってたので、どのぐらいあの自分の射程距離入ればあのいけるということを言ってたので、いかがにしてました。本当若い位置からの関東はこう台頭してきたかな。そうですね、本当になんか準決勝も結構乗ってるし頼もしいですよね。はい、でちょっと残念ながら接触などもありつつでしたが、まあ、あの増木選手の流れに乗ってという形になりました。はい、ゴール戦の直線勝負いかがでしたか。はい、もう走る前はあのうちしか考えてなかったんですけど、結構余裕が出てきたんで、ちょっと外踏もうかなというふうにちょっと気持ち切り替えて、で、まあ、殺生はしなかったんですけど、まあ、なんとか残れてよかったなと思います。平原選手とちょっとぶつかった感じが見えたんですけど、そうですね、ぶつかりました。ちょっと押してしまった感じですか。いや、なんかペダルか車輪が僕の前輪に入っちゃったんで、その分で少し、もう少しですけど、ちょっと遅れたかなというふうに思います。なるほど、わかりました。3走してみて、今の調子はいかがでしょう。まあ、ここに合わせてきてますし、悪くないなと思ってるんで、あとはもう自転車 の, あの新車なので、どのぐらい合わせられるかというふうに思ってたので、まあ、その通り結果出てよかったなと思います。決勝に向けてこう対応したいことや修正点などがあったら教えてください。いや、もう疲れ取るだけだと思ってるんで、あのおじさんはね、体力ないんでしっかり休みたいと思います。準決勝メンバーが最年長で、まあもちろんということは決勝メンバーでも最年長ということになりますが、はい、まあ、慎太郎さんに勝ったのは良かったなというふうにいつも G1 になると思うので、とりあえずはあの決勝乗りで良かったなと思います。はい、では決勝戦の意気込み改めて聞かせてください。はい、一生懸命踏んで、ゴール前いい勝負できるように頑張ります。お待ちください。